長崎に営業に行かせていただきまして、うん、いただきましたね。いや本当にね、温かく見ていただきましたし、たくさん集まっていただいてね、うん、ありがたかったんですけど、うん、まあそこでいろいろね、僕らもトークしたり漫才したり、虫も来たり、虫来たのは今ですけど、したりやりまして、で終わって、まあそこで岡山県出身なんですみたいな話もしてね、うん、それこそブチラジでやってるね、フードセンター富田屋のコーナーじゃないですけど、そうですね、それをね、本当につけて、僕ら地元のスーパーからつけて、ここだったらみたいなことよくね、最近本当にやってるんですけど、もう虫がね、うん、虫がなぜか、ブチラジを始めた瞬間、虫がすげえ気がしましたけど、まあそれやってて、まあ岡山の話もしてるんで、だからでしょうけど、終わって普通に歩いてたらいろんな人来てくれた、楽しかったですとか言ってくれる人いてね、うん、ありがたいなと思ったら、おじさんが通り際に、おいでやせまって言ってさーっと去っていったんですよ、うん、あれと思って振り向いて、でまた来て、うん、おいでやせまってずっと言うんですよ、うん、おいでやせまってずっと言ってきて、うん、強弁じゃないですか。いやだからそれで、うん、意味わかるみたいな、うん、聞いてきて、いやいや、あ、はいって、なんか僕らはそう津山のこと、津山のこと、岡山県津山市とか県北で使われてるような言葉なんですよ、うん、その、うんうん、なんて言うやつかね、ダメじゃねえかみたいなこと、うん、まあまあなんですけど、ダメだろみたいな、ダメだろみたいなこと、うん、おいでやせ、諦め、ダメだろっていうことじゃなくて、まあダメだろみたいなニュアンスかな、ね、うん、で、それどういうわけかわかんないですけど、うん、その、普通それすれ違いざまにずっと言ってくるんですよ。普通、あ、岡山怪奇現象、そうそう、そうでしょ、岡山なんですね、あの僕岡山出身でとか、僕の知り合いが岡山出身で、うん、あのおえりゃせまっていう方言なんですけど、意味わかりますとかなら分かるけど、うん、すれ違いざまにおえりゃせまって3往復くらいして意味わかるって聞かれて、うん、最初僕気づかずに、うん、あの普通に分かりすぎてあんまり言わなかったんですけど、今考えたら長崎に行って、そうそう、長崎に行って、うん、急にそれどあれどういう意味だったのかもさっぱりわかんないで、あー、わかりますわかりますって言ったら、岡山だもんなってファーって言って、結局謎のままなんですけど、そのおっさんの出身地はわからん、それもわかんないです、だから謎の事件でしたけど、知り合いに教えてもらったとかかな、だからよくあるでしょ、その例えばね、メジャーに行った、ね、メジャーに日本人選手が行った時に、あ、そのアメリカ人がその変な日本語を教わってそれを言うみたいなことでやられて、何か もうさっぱり意味がだから全然分かんなかったんですけど、ちゃんとね、岡山は説明してくださいよ、説明してください、あの全然ね、その僕らごときに何でもね対応させていただきますんで、そそあの説明をしてくれなきゃ、またもし長崎に行くことあったら、あのおじさんに会ってちょっと聞いてみたいですよね、岡山出身なのか、うん、いやいや、まあ行けるように頑張って、岡山でも岡山市の方では使わないですからね、だから本当に津山とかその辺なのかもしれないですね、もしかしたらね、あのねあのあれじゃないよ、やめてくださいね、はい、